皆さんこんにちは、クレアです。今日はこのボーダーバッグの編み方のご紹介をしたいと思います。こちらなんですけれども、2つとも100均の毛糸を使って編みました。こっちのブルーの方がダイソーさんのメランジと、それからセリアさんの羊ちゃんナチュラルの極太を使ってます。でこっちの方の色がこの白っぽく見えるとこ、ここがダイソーさんのメランジのナチュラルベージュを使っていて、こっちの方の薄茶色の方がセリアさんのアクリルの波太、こっちですね、これを使って編んでます。でやっぱり糸の太さが違うので、こっちの方はやっぱりメランジで編んでる分しっかりした作りになっていると思います。で大きさを測ってみると、端から端まで測ると、こっちの方は26センチですね。横が26センチの、縦が15センチぐらいの大きさです。でこっちの方が同じように編んでみたんですけれども、こっちが大きいですね。 27.5 センチの下の方をちゃんとすると、ここまでなので14センチ、ちょっとやっぱり編む糸とか、その時の力加減とかで変わっていくので、ちょっとこっちの方が若干大きいかなっていう感じです。でちょっと寂しかったので、ここにニコちゃんマークの缶バッジ1つつけました。で持ち手の方はこんな感じで、こうつながってるような感じに見えるように仕上げてあります。後ろはこうですね。で底の方は楕円の方で編んで仕上げてます。でちょっとちっちゃめなバッグなので、本当なんかちょっと財布とか携帯とか入れてお散歩に行くとか、ワンちゃんのお散歩に行ったりとか、あとお家に置いといてもこう引っ掛けるところにかけておいて、なんか物を入れたりとかするのに便利な大きさになってます。とても可愛くて簡単な編み方なので、ぜひ皆さんに編んでもらえると嬉しいです。では材料紹介からしたいと思います。編むのに必要な材料はダイソーさんで購入したメランジ、こちらはナチュラルベージュですね、これを一玉、それからセリアさんで購入したアクリル波太、これはカラーナンバーが81番、こっちのものを3玉、それからかぎ針は7号を使用します。とじ針とハサミ、それから段数マーカーなんですけれども、ちょっと目印を使うのに結構使うので何個かあると便利です。底の方は楕円形で編んでいきます。で私なりにちょっとこういう風に編み入れますよっていう感じを書いてみました。で楕円形編み方、22目鎖を作ってそこから編んでいきます。でこれ楕円形のちょっと一応底っていうイメージで、最初の1目目黒く塗りつぶしたところなんですけれども、そこは1目目で、最後ここも塗りつぶしているところが22目のところになります。で最初細編みを1つ編み入れて、次のところですね、2目目のところから21目のところまでは必ず同じ数の細編みをずっと2段目3段目4段目って増えていっても同じように20目編み入れます。で最初のここだけですね、1目目と最後の目増やし目するところだけがちょっと増えてって数が違うっていう風になるので、最初じゃない2目目から21目目の間はいつも同じ20目になるということだけをちょっと頭の中に置いておいてください。で最初1段目、最後の細編み
あの鎖と最初の鎖のところには3つ編み入れることになります。ちょっと編みながらご紹介したいと思います。では編んでいきたいと思います。で、最初の鎖は22目作ります。糸端をあの処理できる長さを残して で作ってから、ここから22目鎖を編んでいきます。2、3、4、5、6、鎖が22目編めました。で、編んだら1目鎖を立ち上げて、2目目のところに下半目のところに針を入れて、上半目と裏山を取って細編みを編みます。よいしょ。で、次からも鎖2つある中のこの1つ下の方に針を入れて、裏山と出から鎖の上半目を拾って細編みを編みます。今2つ目ですね。で、次も同じように鎖2つある中のこの1つ下の方に入れて編みます。下の方に、これもいろんな編み方、上半目拾って編むとか裏山を拾って編むとかあるので、あの好きな、編み方で大丈夫です。私は、裏山と上半目を拾って編んでいきます。で、これを最後この一つ最後の目の一つ手前まで細編みをずっと編み入れてください。21目まで細編みを編んできました。で、1段目は最後のところと最初のところ黒く縫いつぶしたところ、ここに3目目入ることになります。で、ここですね、最後の目このところに3つ細編みを編みます。今1つで、この糸端もこう巻き込むような感じで編んでいってください。2つ、で、3つ、編んだら真ん中の2つ目目のところにダンスマーカーをつけて目印をつけておいてください。で、次からですね、次から同じように細編みを編んでいきます。今1つ細編みを編みました。で、ここのところにも目印をつけて、こっから20目編みますよっていう目印をつけます。今1つ編んだのであと19目、1、2、3、4、5、18、19、20、20目編めました。今ここからここまで20目編んだので、次のところは3つ編み入れることになります。で、今最初にここ細編み1つ編んだので、あと2つ細編みを編み入れることになります。1つ2つ、で、これで最初の細編みの頭、ここですね、立ち上がりの1目で、ここが細編みの頭なので、ここに引き抜いて
1段目の終了になります。で次2段目も最初立ち上がったところには細編みを2つ編みます。でこの線引っ張って左の方ですね、こっちは立ち上がって細編みを2つ編むっていうことになるんですね。で4段目だけが細編みを1つ編むっていう風になります。この線から引いて左の方は細編みをどんだけ編むかっていうのを書いていて、右の方は最後、3目目1段目に編んだと思うんですけれども、そこのところですね、一番最後の22目目のところにこの風に編み入れていくっていう風になっています。というかちょっと私なりに分かりやすいように書いてるだけなんですけれども、今1つ立ち上げて最初の、今2段目ですね、1段目終わって2段目、2段目鎖1つ立ち上げて根元に2つ細編みを編みます。でここにちょっと2つ、よいしょ、1つ2つ、で最初の1つ細編みを入れたところ、ここですね、ここのところに段数マーカーをちょっとつけておいてください。最初最後引き抜くときにちょっとわからなくなっちゃうとダメなので、段数マーカーをつけました。で次からですね、次から20目数えることになります。今細編み1つ編みました。でここのところにもこっから20目編みますよっていうような目印の段数マーカーをつけておきます。でここから20目ですね、今1つ編みました、1で次2、3、4、5、6、17、18、19、20、ここまでが20目普通に編むところです。で20目編んだら次は細編みを2つ、細編みを3つ、細編みを2つの順番で編み入れます。で細編みを2つ、で次が細編みを3つ、1、2、3、で次のとこには細編みを2つ、編んだらこっからこの段数マーカーのついているところからは細編みを20編みますよっていう段数マーカーはつけておいただけなので、まず1つ編んでまた同じように段数マーカーをつけて目印にしておきます。で今1つ編んだのでここから20目ずっと同じように編んでいってください。18、19、20、編み入れたら232の順番で、最初の細編み2つ編み入れたところがここになるので、この2つ2と3だけ編み入れたらいいです。最初に2、次真ん中の目ですね、ここのところに3つ、1、2、3、編み入れたらもうここ引き抜くところなんで、段数マーカー目印にしておいたのを取って引き抜いて、これで2段目の終了になります。
次3段目、3段目最初の1目めには細編みを2つ編み入れます。最初の目3段目です。1つ立ち上げて根元引き抜いたところですね、ここに2つ細編みを編みます。編んだらまた引き抜くときに目印になるように段数マーカーをつけておきます。でその隣にまた一つ目があるんですけれども、ここにも同じように細編みを編みます。で今最初に2目目細編みを編んだんですけれども、その次からもずっと細編みなんですね、いくら段数が増えようと。最初編んで、から次の目は細編みになって、段数マーカーがついているところまではずっと細編みになります。で今一つ編んで、次から20目数えるところになります。一つ細編みを編んで、また目印になるような段数マーカーをつけておきます。で今一つ編んだので、ここからは20になるまで編んでください。2、3、4、5、6、18、19、20編み入れました。編み入れたら、編み入れた次ですね、細編みを1つで細編みを2つ入れる、2つ入れる、1つ、2つ、1つの順番で編み入れていきます。1つ入れて2つ2つですね。まず1つ入れて2つで、から次も2つ編み入れたら、次は1つ入れて2つ2つ1つの順番で編みます。1つ細編み、次が2つ、1、2で次の目も2つで、次最後の目に1つ編み入れます。でここがここから20目ですよっていう段数マーカーは目印なので、段数マーカーを取って、まずは1つ編んで、また段数マーカーをつけて目印にしておきます。1つ編んだので2、3で4、5、18、19、20、20編み入れました。でさっきと同じですね、20編み入れたら細編み、細編み2つ、細編み、細編み2つ、2つで細編みの順番に編むので、まず最初に細編みでから細編みを2つ、1つの目に対して細編みを2つ、してからまた2つ、してから細編み1つ、してから細編みを2つ、編み入れたら最初にもう細編み入れて細編み2つ編んで、それから細編み1つはもうここのところで細編み2つに1つはやってあるので、ここのところはもう編まないでも大丈夫です。引き抜いたところ立ち上がりの1目で細編みの頭に引き抜いて、これで3段目の終了になります。で次4段目、4段目は
細編みを一つ編み入れて、そこからスタートになります。4段目鎖一つで立ち上げて、根元に細編みを一つで、次2つあるのも同じように細編みを一つずつ編んで、でここから20目編みますよっていう印の段数マーカーを取って、でまた段数マーカーをつけておきます。でここから20目ですね、2、3、4、5、18、19、20、編み入れました。で20編み入れたら4段目ですね、ここ細編みを 1、2、3、4、 4回編んで細編みを2つ編み入れる、細編みを1つ編んで細編みを2つ編み入れる、細編み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 の順番で、この段数マーカーがついてるところまでずっと編んでいきます。最初は細編みを4つ、最初は細編みを4つ、1つ2つ3つ4つ編み入れたら、細編みを2で細編みを1つで細編みを2つ編み入れます。細編みを2つ同じ目に編んで、で細編みを1つで1つの目に細編みを2つ編んで、でから細編みを1、2、3、4、 4つ編みます。1つ2つで3つで4つ。編んだら次から同じように段数マーカーを取って20目細編みを編みます。まず1つ編んだので段数マーカーをまたつけて、ここからですね、同じように最後、20目になるまで、ちょっと数えながらなんですけれども、このように1つずつ編み入れていきます。17、18、19、20、20編んだら細編みを4つで細編みを2つ、細編みを1つ、細編みを2つ、とりあえずここまで4つ編んで、1、2、3、4つ編んで、でから細編みを2つです。細編みを1つの目に対して2つ、でから細編みを1つ、で次も2つ、編んだら4回細編みを編み入れることになります。最初ここのところにもう1、2、3、3つ編んでるので、あともう1つだけですね、ここのとこだけ細編みを編んだらいいので、4段目は最後細編みを1つ編んで終わります。で引き抜いたところ、立ち上がりの1目細編みの頭、ちょっと段数マーカーつけるの忘れちゃったんですけれども、ここに引き抜いて4段目の終了になります。次5段目、5段目はまず最初に立ち上がったところに細編みを2つ立ち上げて、
根元のところここですね、ここに細編みを2つ編みます。でこっからここまでは2つ目がありますけど、ここは細編みを1個ずつ編みます。で編んだらここ段数マーカー印ですよね、ここから20目編みますよっていう印なので、まず1つ編んでまた段数マーカーを戻しておきます。でこっから1、2、3、4で19、20、20目編めました。で次5段目はここですね、細編みを2つ編んで2、1、2、こんな感じで入っていくので、最初細編みを2つ編んでから1、1、2、1、2の順番でちょっとここまで編んで1つ1、1で次が2です、1、1、2、次は1、1つ入れて2つ、1、1、2、1、2まで編みました。次は1、2、3、細編みを3つ編んで2つ編み入れる、1つ編んで編み2つ編み入れる、で1つ1つの順番で編みます。今2つ編んだので次は細編みを3つ、1、2、3、4、5段、5段目なので細編みを3つ、1、2、3、3つ編み入れたら次は細編みを2つ、次は細編みを1つ、次は細編みを2つ、次は細編みを1つ、次も細編みを1つ、でカーブのところ終わります。で次目印のところなんで、こっからまた20目編んでいってください。段数マーカーがついたところから20目編んできました。で次も同じ感じで5段目、最初に細編みを1つずつ編んで2回2回っていう風な感じでまた編んでいきます。まず最初に細編みを1つ、で次も細編みを1つ、次は細編みを2つ、1つ2つ編んだら次は細編みを1つ、次は細編みを2つ、次は細編みを1つ、次も細編みを1つ、次も細編みを1つ、で次は細編みを2つ、で次は細編みを1つ、これで終わりになります。でここが引き抜いたところ、立ち上がりの1目で細編みの頭、細編みの頭に引き抜いて、これで5段目の終了になります。で次6段目、
6段目は最初の目に細編みを2つ編み入れて、でここの段数マーカーのところまでは細編みを1つずつ編み入れます。まず最初に立ち上がって根元に細編みを2つ、編んだらここまでは細編みを1つずつ、で次からもですね段数マーカーを取ってここから20目細編みを編んでいきます。頭どうしてもらってここからずっとですね20目編んでください。段数マーカーのところから20目細編みを編んできました。次6段目は細編みを3つ1つの目に編み入れてから2つ1つ2つで次真ん中5回212111の順番で編んでいきます。ここに置いといた方が分かりやすいか。6段目ちょっと見えづらいのでちょっとこっちにやっぱ置いときますね。まず最初に細編みを1つ、次も1つ、次も1つ、編んだら細編みを次は2つ、次は1つ、で次は2つ、次は5回1つの目に対して細編みを編み入れます。1つ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 5回編んで次は2回2目じゃない21つの目に対して2つ編み入れて次は1つ、次は2つ、次は3つ、ここのところですねに1つずつ編み入れます。1つ1つ1つ、でまた同じように段数マーカーついてるところから20目までは細編みを編んでください。段数マーカーのついてるところから細編み20目編み入れました。で次6段目のところ細編みを3つ編んで212この順番でまた編み入れます。最初は細編みを1つ、で次も細編み1つ、次も細編みを1つ、で次は細編み2つ、12で次は1つ、次は2つ、次は細編みを1つ、1つ、1つ、で1つ、で1つ、編んだら次は2つ、編んで最後の1目は
1つ編み入れて、これで終わりです。引き抜いたところ立ち上がりの1目細編みの頭に引き抜いて、これで6段目の終了になります。次7段目いきますね。細編み1つで立ち上げて、細編みじゃなくて鎖一つで立ち上げて、次は2つ最初の引き抜いたところに編み入れます。2つ、編んだらここまでですね。細編みを1つずつここからですね編んでいきます。編んだらこの段数マーカーのついたところからは20目細編みを編み入れます。で20編んだら次7段目細編みを4つ入れて2で、今度は11回細編みを入れて2で4つ入れるっていう風な感じで入れていきます。まず最初に細編みを 1,2,3,4 4つ、まずは1つで、次の目に1つ、次の目に1つ、次の目に1つ入れたら、次の目には細編みを2つ編みます。 1,2 編んだら細編みを次は11回、1つの目に対して11個ですね細編みを編み入れます。まずは1つで、2つ3つ45 6 7 8 9 10 で11 11編み入れたら、次は細編みを2つ、1,2編み入れたら、ここから段数マーカーのところまでは細編みを1つずつ編み入れます。1つ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 編み入れたら、またここの段数マーカーのところですね、段数マーカーを取って、から20目同じように細編みを編んでいってください。20目編み入れました。次はさっきと同じように最初に 1,2,3,4 4つ細編みを入れて2っていう風な感じで編み入れていきます。とまずは細編みを4つですね、1,2,3,4 4つ入れたら、次は細編みを2つ、1,2同じ穴に細編みを2つ編んだら、次からは11回編みます。1,2,3,4,5
6、7、8、9、10、11、編んだらここが引き抜いたところ。じゃあ立ち上がりの一目、細編みの頭に引き抜いて7段目の終了になります。次8段目ですね。最後立ち上げてから細編みを2つ編み入れます。鎖1つ立ち上げて根元に2つ細編みを編み入れてから、ここまでですね、ここまでは細編みを1つずつ編んでください。1つ2つ3つで4つ、5つ、ここですね。これ編み入れたら段数マーカーを取って、また同じようにここも20目、ここからずっとですね編み入れてみてください。段数マーカーのついているところから20目編み入れました。で次最後 1,2,3,4,5 5回細編みを編んで、次細編みを12回で細編み2つを編み入れて細編みを5回っていう風にして編み入れていきます。まず最初に細編みを5回ですね。で1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、5個編みました。で次12回ですね、細編み12編んだら、次は細編みを2つ編み入れます。細編みを同じ穴のところに2つ、2つ編み入れて、次は細編みを5回編んでます。次から1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、ここを編んだら段数マーカーのところに来たので、同じように段数マーカーを取って細編み編んでつけて、ここから20目ですね。 1,2,3,4,5,6,7,18,19 で20編み入れたら、さっきと同じです。 1,2,3,4,5 5回細編み、12回細編みっていう風にします。まずは1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、5回細編みを入れたら、次は12回細編み、1,2,3,4,5,6
8910111で12、編み入れて引き抜いたところ、立ち上がりの1目細編みの頭、ここに引き抜いて底の方が8段編めました。でこっからもうこの段数マーカーは取っておいて、ここから側面の方も編んでいきたいと思います。